今日は韓国のコンビニで昔からある韓国のコンビニパン定番のこちらクリームパン、ジョントンクリームパン、伝統クリームパンを買ってきました。これさ、本当に前からある韓国の方なら見覚えのある、まあ、昔かどうかわかんないけど結構定番のやつなんですね。でこちらすごくない？超特大のが出てて買ってみました。で多分ね、今このクリームパンのキャンペーンというかフェアみたいなのやってて、このクリームパンのパッケージというかデザイン、同じシリーズでね、いろんなのが出てるんですよ。本来はこれだけなんですよ、売ってたのが。だからちょっとね、全部味わってみようと思って買ってみました。とりあえずね、まあ、これが定番で、このでっかい版と、あとね、こっちが伝統クリームミニサンドっていう方ですね。ちょっと日本でいうランチパック的な感じのやつと、あとこれがね、冷蔵コーナー、スイーツコーナーにあった伝統生クリームパン、冷蔵の生クリームがたっぷり入ってるそうです。じゃあこれで食べていきます。いただきます。飲み物はね、今日はちょっと唇くんコップ、これ過去にさ、トギモチの唇くんコップ期間限定でね、限定販売したやつ。これこの前買ったミルキスのストロベリー&バナナがあるな。ミルキス美味しいよね。ちょっとなんか乳酸飲料の炭酸みたいな。もう今回イチゴとバナナだよ。薄ピンク色だ、美味しそう。まずじゃあ定番の伝統クリームパンからいきます。一番定番でずっと売ってるやつから。これ実は私初めて食べるかも。なんかすごいな、結構固めで、なんかブーメランみたいな形してる。しかもさ、これどら焼きみたいになんかパコッと2つの生地が合わさってるんだけど、これちょっとさ、せっかくなんで出してみようか。このでっかいのさ、ちょっと比較したい。開けるよ。うわすごい。あ、でも匂い一緒だ。なんかちょっとね、レモンっぽい匂いがする。え、すごい、見てこれ、おいしょう。しかもさ、内部ついてる。このサイズ感見て、すごいよこれ。全然違うほら。で一旦さ、ミルキシのバナナ&イチゴ食べて飲んでみます。おお、あ、なんかいつもの方が好きじゃない。いや、なんかイチゴ感がちょっとね、薬を思わせてしまう。ちょっと待って、ごめんなさい。いや、美味しいっていうか、好きな人は好きだろうな。私の勝手な好みかもだけど、飲めないことはない。60年記念として出されたみたいです。だからすごい、やっぱり昔からあったんだ。60年。クリーム特大パンのもっと楽しく食べる方法、面白いよ。ここに書かれてる、ほら、この6つの美味しく食べる方法、6分以内に全部食べきるチャレンジとか、クリームパンと一緒に写真を撮る、6口で食べきる、あとまあなんかケーキみたいな感じでプレゼントにするとかですね。はい、面白い。これを利用してちょっとこうハンバーガー作ったりとか、こうクリームのせてケーキ作ったりとかでもいいとか書かれてます。じゃあまず普通の方から食べます。もう見た目とか硬さとかパンの感じ全く一緒です。ちょっと割ろう。あー、でもちゃんと生クリームもしっかり入ってるし、美味しそうなパンです。でも結構生地がね、パンはふわふわっていうよりも固めのパン。これあえてかな、言った通りっていうか触った通りなんだけど、めっちゃ生地固め。いや、でもなんかクリームがすごいレモンクリーム、レモン、さっぱりしたレモンクリーム。うん、砂糖のジャリジャリ感あるやつだ。おいしい、おいしい。もう、ほら、私が韓国大好きなボルンダルっていうカステラ生地っぽいのにイチゴのクリームサンダー、あのクリームと似てる。味は違うけど、そのなんかジャリッとした砂糖の入った感じ。うん、多分このパン生地が癖になるんかもしれない。なんかちょっと固めのやつで。なるほどね。ふわっとしたのが絶対美味しいみたいなイメージあるけど、なんかこの食感のパンもあるなんだよな、多分。ファンがいるから60年続いてんだろうな、多分。うん、おいしい。
個でも結構ボリュームあると思います。パンがふわっとしてない固めだからね、多分だからちょっとこうボリューム感が、あのね、私これ思ったけど、せっかくだったらこれなんだっけ、なんかチャレンジさっきあったよね、どっちにしよう、なんか 6口チャレンジか6分チャレンジか、どうしよう、ちょっと待って、一旦じゃあこっちとこっちを味わってから決めます。こっちのチャレンジどれするか。これ美味しそうだよね。これ冷蔵コーナースイーツコーナーにあった生クリームの方なんですよ。生クリームバージョン、まあ、言ったらさ、さっきのも生クリーム入ってたけど、あ、パンが違う、あのこのさっき言った硬いパンじゃない、なんていうの、なんかなんていうの、なんかこう普通に美味しいふわふわのパンみたいな、この特徴がなくなっちゃってるけど、いいので、生クリームはわ、結構しっかりめに入ってる。あ、全然量が違う、さっきのと。これもさ、同じくレモン風味なのかな。わ、美味しそう。なるほど、いつものの共通点はレモンクリームだ。でも生クリーム感はこっちのジャリジャリしたやつじゃなくて、もうふわふわのとろける生クリーム。うん、パンもふわふわで美味しい。私の好みはこっちだな、やっぱのふわっとしたパン生地。うん多分でもこっちが美味しいって言っちゃうと元も子もないんだろうね。伝統で60年のこの美味しさっていうかこの美味しさ分かってない。うん、あ、すごっ、おいしい。うん、こんなに一度もやけど、やっぱパンはふわふわがいいいや、ダメだ、この言葉はね、このパンを全否定になるでもわかるよ、この硬いこのパン生地が食べたくなる時ってわかる。だから言ったらこっちは万人受けですよっていうか通常ですよ。でもさ、このレモンクリーム美味しいね。こっちもじゃあレモンクリームかな。このミニサンドの方、これも普段は出てない麺なんでね、こっちの生クリームとこの2つは、はい、で4つ入り、こんな感じ食べやすくなる。こっちもち食べやすそう。うんうん、クリームがこれとジャイジャイ系だ。うん、うん、ごめんなさい、まあ、割ったところで多分想像はつくと思うんですけど、こんな感じでレモンクリーム入ってます。このパンでも本当にこの機会がないと食べなかったかもな。なんかすごいシンプルだなと思ってたから、こういうパンってね、食べたくなる時あると思う。うん、よかった。うん、なんかね、もうどれも安定ですね安定、この2つは。さあ、これどうしよう、6口じゃ、6口でも 6?1 回でこんぐらいいかなきゃダメだよね。え、絶対無理だと思う、6は。わかった、6分でいこう。いくよ、ちょっとタイマーかけちゃう。はい、じゃあこれで6分でいくよ。よーい、スタート。いけてる？いけてるね。あ、いけてる。待って、うん、ちょっとちょっと、うん、おいしい。これかぶっついた方がいいよね、多分。うん、喉乾く。口の水分持ってかれる。なるほど、この敵はこのパサパサ感のあるパンが敵だ。見て、クリーム。待って、写真撮ってる場合じゃないけど、写真撮りたいんだけど、撮っていいかな。インスタ撮りたい。うん、あ、簡単、ここだ。うん、ごめんなさい、これでスクショ撮ってお願いします、スクショで。うん、何分、見えない、見えない、本当に4分17秒。
顎痛くなってきたというか、これクリームすごいな。さっきの食べたやつよりクリームの量がすごい。何分？切れてないやん。やばい、もう無理やん。1分しかない。40秒。あ、見て、でも結構食べたよ。でもね、多分4分の1ぐらいは残ってる。これさ、途中まあ写真撮って余計なことしてたけど、でもその間私口の中で食べてたからね、だから別に無駄な時間過ごしてないと思うけど、無理だわ。もともと私早食いじゃないからね、結構大食いでもないからね、なんかたまに勘違いされる。たまにチャレンジやるからかな。でもやってる人いるよね普通に。私はもっぱんです。これね、食べてて思ったけど確かに癖になる味だと思う。まずクリームそうだし、このパンが意外と、なんていうの、この固めが美味しい。これファン多いの納得だと思う、60年続くの。なんか楽しいですね、でもこういう企画。終了、これあるわ。早食いに聞いとられてたけど、お腹いっぱい、ちょっと気持ち悪い。いや、大食いして気持ち悪くないものと、大丈夫、お腹いっぱいだなだけのものと2種類分かれて、これね、通常版ってクリームそんなに入ってなかったけど、特大版の方はめちゃくちゃクリーム量多かったです。普通のやつこんぐらいのうっすら塗られてるのに、なんか知らないけどパンパンに入ってた。特大の方はさ、クリーム量がなんかこうパンの生地にまあ合わせてだから、そうか、まあ、あれぐらいだったのかもしれないですね。めっちゃお腹いっぱいになりました。もう寝たい。ちょっとソファーでゴロンしようかなと思います、今から。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。じゃあせっかくなんで私も写真撮っとくかな。すごくない？なんじゃこれですよね。